大食いでお前らサイヤ人にかなうやつなどいないかもしれんな。戦闘力でだ。戦闘力でサイヤ人にかなうやつなどいるものか。嘘、私に勝てるつもりなんだ。おやつのくせに生意気ね。いいわ、そんなに食べられたいなら今すぐおいしいお菓子にしてあげる。さあ、おとなしく私に食べられたま。ちょっと、何？せっかくやる気だったのに。わりわり、思ってた以上にお目が強くなってたからさ、どうせなら思いっきりできるように場所変えねえか。悟空、地球へのダメージを考えたか、悠長なやつめ。それもあるんだけどよ、オラが余計な心配しねえで戦えてんだ。地球以外の場所に移動するということか。一体どこに。あ、そうだ、いいとこがあった。ちょっと移動すっからオラに捕まっててくれ。じゃ、おめえもすぐ来いよ。は？でここで戦わせてくんねえか。はあ、また面倒ごとを持ち込みよって。お前ら海王神会を何だと思っとるんじゃ。しょうがねえだろう、ここしか思い浮かばなかったんだしさ。地球で戦うよりは安全でしょうが、21号はここまで来るんでしょうか。ああ、あいつは絶対来る、多分。どっちだよ。まあまあ、すぐ来なかったらそん時は作戦立てようぜ。ところで、なんでビルス様たちもここにいるんだ。せっかくですから見物しようかと。ビルス様の予想した通り、ここが最終決戦の舞台になりましたね。まあ、ここなら星ごと壊れることはないだろうからね。お前たちの考えることくらい簡単に読めるんだよ。それよりあんまり気を抜くのは感心しないぞ。え？見つけた！思ったよか早く来たな。ほう、あの方が21号ですか。へえ。悟空さんたち大丈夫でしょうか。21号は随分パワーアップしておる。こればかりはわしにもわからん。そんな。なんでいきなり。こんなに強そうな人たちがいっぱい。最高よ、これだけいればスイーツパーティーができるわ。オラたち食いもんじゃねえぞ、クオだ。ああ、もう落ち着いていられない。なんて、なんて素敵なの。嬉しすぎて私、なんて、なんてしないと。なるほど、それがおめえの力っちわか。
してあげる。よかった。無事に倒せたみたいですね。さすが悟空さんたちです。この頑丈な海王神海をようもこれだけ荒らしたもんじゃ。わりわり。じっちゃん、お詫びは今度すっからさ。しかし、21号とは一体何者だったのでしょうね。16号さんが助けようとした人のことは結局わからずじまいですし、今回の事件まだまだ謎だらけですね。そんなこと知らないよ。僕たちに関係ないだろう。それよりあいつがスイーツなんて言うから何か甘いものが食べたくなった。そうですね、ブルマさんにお願いして美味しいスイーツをいただきましょう。おや、あなたはまだ興味が終わりのようですね。でしたらご自分でお調べになるとよろしいかもしれませんよ。ウィス、何をぼさっとしているんだ。はい、ただいま。真相が分かったらぜひ私に教えてくださいね。